ーキが素敵。何も言ってませんよ。渡部は何も言ってませんよ。よし。これ懐かしいな。なんか回線落ちた時のさ、コメントの流れを思い出してしまうわ。え、は、あ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 、みたいな、あ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 、っていう。よしね、懐かしいよね。あ、あ、あそれに近いものをすごく今感じてしまった。土いらんな。これはこう、これはぽい、これはぽい。よし。あれ、なんか頭になんか生えとるな。あれ、こんなん生えてたっけ。え、え、さっきさ、こんなん生えてたっけ。生えた？生えてたっけ？え、全然気づかなかった。あ、中見てみようか。今焼いてる間に中入ってみよう。チンアナゴかな。え？めっちゃおしゃれになってる。あれ？え？めっちゃおしゃれなんだが？これは何だろう？え、すごい！なんでベッド一つなんだ？え、すごい！ん？あ、上はこれから？なるほどな！よし。よし。え、羊焼いてた？ここで。怖い、怖い。え、でもすごいな。ここで、渡部の家を見てみましょうか。渡部の家は、こちら！大馬しかいない。かわいいね、かわいいね。内装がないそうです。内装はないそうです。これが坂、これがマイクラできるぜとできないぜの坂。これはひどい。格差社会。これが格差社会。本当に申し訳ございませんでした。でも、わためは。悪くないよねー。